歩道の連れとして現れたホリスターのクリープ断層カリフォルニア大学バークレー校のカリフォルニアメモリアルスタジアム。ヘイワード断層がスタジアムを縦断しており、写真中央で外壁がずれている。クリープ断層とは急激に大規模な運動を起こす一般的な断層とは異なり、非,受信性の非常にゆっくりとした滑りを継続して起こす断層のこと。 こういった滑りのことを肘震性クリープという、世界的にも例が少なく珍しいタイプの断層である。アメリカ・カリフォルニア州中部のホリースターが最も有名である。ホリースターのクリープ断層は、サンアンドレアス断層系に属するカラベラス断層の一部分であり、右横ずれである。断層の直上にある地表では、微小なクラック帯を境に常に一定の速度で地面がずれている。 道路や庭先の通路、地面などには微小なクラックがあって、年数のたった建造物では、例えば園石が割れて、ずれたり、建造物がわずかに割れて、ずれたりしており、容易に観察できる。また、同じく、カリフォルニア州中部のバークレイ市では、街を縦断するヘイワード断層が、クリープ断層でありその活動を見ることができる。ただし、ヘイワード断層は、 地表の活動度が本来の地下での変異量よりも少なく地震が発生する可能性が高いとされている。ありがとうございます。